今シーズンから声出しも OK になりましたので、ぜひね、皆さん声出して応援とかもしていただければなと思います。今日で声枯らしましょう ね、 ねそして、まあ、今回久しぶりに来られたということで、はい、いかがですか、この雰囲気。そうですね、あ、もう懐かしいっていう、はい、まさにこうお祭り騒ぎな感じで、試合始まる前から楽しそうな感じも見てて、はい、いや、いいなぁと、もうすでに来れてよかったなと思っておりますね。なるほど、うん、そうなんですよ。最近どうですか、活動の方は。もちろんライブなどもしながら役者業もやっていますし、こう分かりやすいことで言うと、僕ウルトラマンの他にも違うこう戦う戦士に決まりまして、はい、僕はプリキュアにも変身することになりました。はい、マジっすわ。わーっ、ありがとう。ね、おもちゃ買ってもらってね、お父さんお母さんに。あ、もうそれはぜひお願いします。皆さんぜひお願いいたします。ね、そうなんですか。そうなんです、この度舞台をやることになったんですけど、はい、その舞台バージョンのプリキュアで変身することになりました。へー、なんか変身ついてきましたね。変身ついてきましたね。僕の人生も変身たくさんさせていただいてますね。はい、なのでヒーローとしてはすごいありがたいなっていうのは本当ですね、思いますし、そのプリキュアの僕のカラーは緑なんです。お、いいじゃないですか、岐阜カラーで。ね、緑といえば FC 岐阜カラーでね。いいですよ。改めて本日はもう岐阜市民の総力戦ということで、選手の皆さんはもちろん諦めずに戦ってくださると思いますが、僕たちサポーターも最後の最後までみんなにいっぱい笑えるように全力で応援しましょう。今日はよろしくお願いします。スペシャルトークショー、寺坂ライダさん、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。アイテム、その支援の一環といたしまして、エコステーションテント一式を十六銀行取締役頭取石黒明秀様より FC 岐阜宮田会長へと贈呈していただきます。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
岐阜の皆さんにスポットを当てた体験型バラエティーになっています。皆さんぜひ応援お願いします。もちろん FC 岐阜の応援もよろしくお願いします。だいたい折り返しまで来ました。はいはい。まあ、この折り返しまで振り返ってみてどうでしょうか、和田選手。まあ、4連敗したり、はい、まあ、そこから立て直して、うん、まあ、なんとか昇格争いに興奮ついていくっていう中で、まあ、もう折り返しにもなりますし、今日の試合が本当に大事になってくるなと思います。田口選手はどうですか？そうですね、まあなかなかこう勝てない時期があって、まあ、そこから、公式戦、まあ、公式戦急速な投手っていう風にして、まあ、すごくチームとしても今いい状態だと思いますし、その前の、勝てない時期があった頃こそ今すごく、チーム一丸となってやれてるので、これをここからもう上がっていくだけなんで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、どうしたんですか？なんキスキスしてるんですか？いや、なんか和田選手がね、もう俺の体を触ってくれと言わんばかりに僕見てくるんで、胸を張って触ったらすごい筋肉なんですよ。あ、やっぱり屈強な。ベンチプレスはどんぐらい入るの？全然わかんない。はい、じゃあ最後に、ですね、後半に向けての抱負をじゃあ、はい、一言ずつお願いします。和田選手から。まあ、今日含めてあと2試合で全球折り返す、リーグ戦折り返しなりますけど、まあ、今日もたくさんの方が、はい、来場していただいているので、まあ、今日しっかりみんなでセクシーギフを後押しして、一緒に戦いたいなと思います、はい。そうですね、まあなかなか、この前のゲームでは出ていかずしまったんですけど、まあ、変わらず、ゴール見えたら打っていこうと思いますし、まあ、僕のゴールで勝てる試合っていうのを増やしていきたいなと思いますし、まあ、なんですかね、まあ、スタメンも、狙ってるんで、まあ、それに絡んでいけるように日々の練習から、頑張っていくんで、皆さん、昇格に向けて全力の応援をお願いします。